宗太郎駅は、大分県西市梅大技重岡にある、九州旅客鉄道日報本線の駅である。大分県最南端の鉄道駅で、JR 九州大分支社管轄の駅としても、最南端である。一駅南の志田の駅との間には、大分県と宮崎県の県境と、大分支社、鹿児島支社の支社協会がある。青春18切符利用者からは、日報本線。 延岡最期間の普通列車本数の少なさや、特有の運行時間と、同地区の総太郎峠から難所、総太郎越えとして有名な駅。山間部部角に位置し、小さな集落の最上部にあり、いわゆる秘境駅の一つに数えられるが、自動車での訪問は、国道10号を使えば、比較的容易である。 当駅に通常停車する列車はすべて普通列車で、2020年9月、現在のダイヤでは1日に折り1本、上り2本のみである。また、特急、日輪、日輪 C ガイアが1日数往復、対向列車行き違いのため運転停車する。近隣が山間部に位置するため、相太郎駅近辺では、列車と、イノシシやシカとの接触によるダイヤの乱れが、 特に多い地域でもあり、悪天候時には、特急や貨物列車の空、なお2020年10月15日より、運行開始予定の観光列車、36プラス3、では、土曜日ルート緑の道で、重岡駅とともに特別停車駅となる。1日の平均利用人数はわずか0.222程度と、非常に少ない。駅名の由来について、前述の観光列車、 36プラス3の車内放送では、かつて近隣に岡藩の岡替えの山がたくさんあり、その山を見回りしていた、つ本と宗太郎の名前を取ってこの辺りの地区名が、宗太郎となったと紹介されている。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。無人駅で、駅舎はなく、かつて存在した駅舎の基礎と改札ラッチが残っている。 2018年3月17日ダイヤ改正以前、日本本線では当駅のみ、前乗り前降りとなっていた。これはそれまで運用されていたステップのない、キハ220型に対応したホームのかさ上げを最小限に抑えたためで、上下ホームとも先端部の数メートル分のみ、さ上げされている。前述のダイヤ改正後、当駅に停車する普通列車は3本とも、 大分車両センター所属4両編成の787、軽電車に変更されたが、下りのボーリともに進行方向の先頭車両のドアしか開かない。時刻表などは、便所の外壁に取り付けられており、駅舎跡横に電話ボックスが設置されている。ホームには、待合所があり、側には、イモリの生息する池がある。駅名標は、JR 標準型が設置されている。 古戦橋前には、当駅開業に尽力した初代駅長の功績を称えた記念碑がある。電話ボックスの側には井戸があり、日報線一うまい水と書かれている。電話ボックスには、秘境駅訪問記念スタンプが常備されており、記念に応印することも可能。周辺風景周辺は、国道10号とわずかな民家のみで、空き家も多い。当駅へつながる道は、 幅が狭く自動車での進入は難しいが、バイクでの進入は容易なので、これを利用して駅前まで訪れる鉄道ファンも多い。東九州自動車道が全線開通し、かつ最近インターから、延べ高難インター間が無料で通行できる影響で、当駅前の国道10号は自動車の交通量が東九州自動車道開通後は極端に少ない。山奥にあって、閑散としており、 国道10号に沿って鎧川が流れる。国道10号を大分川へ登ると途中に草太郎トンネルがある。九州旅客鉄道日本本線、重岡駅、草太郎駅しだ駅、草太郎信号場に関するカテゴリー。ありがとうございます。